の使い方とか載せて、直角を作るにはどうするのかっていうのを載せて、直角を上下取れば平行になってとかっていう風に結構順を追ってね。で、まあ型紙、左右対称の型紙の作り方、これはいつも通りなんですけども、でまた左右対称を作ればどういうことができるのかっていう使い方とかで、それを使って、あ、じゃあ次四方対称の作り方で、四方対称を作ればこういうことができるんだっていうふうなこととかを載せてというふうに、で元型の考え方についてとか、すごいこう細かくこうテキストを作ることができました。これなんかまた付け加えて冊子にね、販売、冊子で販売したいなとも思ってますけども、あんまりにもこう自分で言うもなんですけど、よくこうできてるんでね。ただとりあえずは今回はこういうホッチキスでガチャンって止めた状態で、ライブ配信の参加者はこれを手に取りながら、僕の型紙の基礎っていうライブを見てもらったらすごいいいかなって。それとあと復習用に動画も用意してます。用意するつもりなんです。まだ撮ってないんですけども、それをちゃんと撮って、限定公開いうか、そのね URL をまあ、その型紙の基礎の参加者さんに教えるというふうに、そういう結構ね手厚い内容なんですけども、すごく自分で言うもなんですけど、これはお得なんじゃないかな。これもう結構載せてます。すごいです。ほんで最後はちょっとね、いろいろ教えた後にこれは応用ですみたいな感じでこうね、ちょっと考えてもらうと。まあライブ配信ではまあこれ一応何通りも作り方はあるんですけども、まあちょっと一番わかりやすい考え方のやつを一つ披露して、まあ、それをオチというか終わりにしようかなと思うんですけど、これ、こっからちょっとページに飛んでください。知らなかった。知らなかったら申し込んでください。わからなければホームページ、サンプル誌が教えるバック教室のホームページのトップの、ライブ配信一覧。ライブ配信一覧もあるんですけど、ブログにすぐね、あります。4月29日、LINE ライブ配信という風な感じで。で、これ中開けると、まあ一応今回の、まあ説明が、まあお家でこういう感じで、見てくださいというようなことが載ってます。まあ、値段5000円します。でもこれはすごい値打ちです。こんなんないでな。これもうほんま作るの大変やったもん。変やったけどこれはちょっと自慢できるんじゃないかなと思います。よかったらお申し込みください。お申し込みホームページの方の下の方にこうフォームがあります。ここに名前とメールアドレス、電話番号、郵便番号、住所、郵便番号と住所がないとこのテキスト送れないんで、はい、お間違いなく、メールアドレスも間違いが多いんで間違いなく、入れて送ってください。電車代考えたら実質ただほん、そうですもう本当にこれめっちゃ得です。よかったらお申し込みください。テスト配信の時間があるのでなるべく早く申し込みをしないと、テストで配信して使い方が教えれないので、29日まで、もうねだんだん日にちがなくなってきてます。よかったら、応募してください。